皆さんおはこん、ばんにちは。ハシュッとまろっと、ハシュマロですということでね、ゲーム実況やっていくぜ。てか前回の挨拶忘れたわ、動画ありんもの。忘れちまったぜということでやっていくぜえー、再開。はい、こっから前回はね、あのー、データ消えたんだよ。そう、データ消えて、もうショックのあまりなんとか実況して、クリアまでは、その、やったところまでは取り直した。 ということで続きからやっていく。こっからは完全初見だ。完全初見です。あ、なんだこれ上下に上げるやつだね。この芝生の上乗っちゃっていいのかな乗っちゃって。おあ、あ、これなんだ普通に行けばいいじゃん。こうやって。えでもあそこのボタン誰が、あ、なるほどね。押した瞬間にジャンプして登ると。はいはいはい。で、こういうことね。 でまあ俺は大体見えてきたこれを乗った瞬間こう乗ってあー死ぬやばっ危ねで予想だと右側だな右側行って危ねあのマシンがヤバすぎだろあこれ木箱壊されるじゃんでももしかしてこれ木じゃないのか違うかな木じゃない説もありそうなんでそのまま行ってみるわあ撃たれる前に登れってことあそういうことか反応しないんだまあいいえこのま,ま行こう え、これさらに撃たれたらだんだん減ってくのかなあの下。減ってかないねあのくぼみ。はあーなんだこれあああおすごなにこれ楽しいえあいつ終わんのこれいつ終わるんだうわ、このギミックは難しいな。俺まだ想像できないわ。最終的にどうやっていけばいいんだここか ここかなええー、と、タイミングよく一回外、上げ、変えてみっか。タイミングよく変えるぞ。こんなもん。どうだおーでも上登れないよね。登れない。これ落ちてきてえ、これ登ったとしても上行けない。あーらー、待って、木箱がい個い足りないのかな違うよね。ちょ、もう一回上げてみるわ。あーのー、うーん、でもさ、ここで一回下降りないと、 あれじゃない奥の方になんかあんのかなもしかして、ここ。ちょっと行ってみっか。なんもないっすね。なんもないです。このなんか逆さのか世界に、逆さの世界になってるのなんか、あれだね、ちょっと頭おかしくなりそうだね。あの、この思考、思考じゃなくて、あの、この三暗期間。みたいなところが、くるくるパンになりそうだ。これ左行くのかなもしかして。左に何かありそうじゃない左なんもないかなわ、蝶々いる、蝶々。 おぉ待ってこれなんかあるなちょ待ってくれ蝶々待ってくれ俺はあの木箱を持ってそっちまで行く多分、俺の予想だけど、これは右じゃなくてまず左へ行く気がする。多分。だから、この木箱と一緒に左へ行って、えー、うん、あれ無制限だもんね。あの、この天井というか、床が変わる仕組みは。無制限っぽいから、多分これ左行くと思って、ジャンプして、 待ってよ。こうかな全然届かねえよ。待って、全然届かないじゃん。じゃあ関係ないのか関係なさそう。えぇ、ー、待って、わからん。どういうこと何が正解で何が間違ってるのか俺にはわからんぞ。どこに木箱を落とせばいいんだえ、でもむ、一番向こうを落としちゃったら何もできなくないかえ、例えばこっち側に木箱を落とした場合、上がることもできないから、違うくね待ってくれ。 木箱を落とした場合上がることができないぞ一回落としてみっかで一回下降りてみっかもう一回あここ撃ち殺されて終わりな運命じゃないもしかしてえこれ積むってやつ俗に言う待って間に,合う間に合ってくれ間に合ってあっ危ねっ危ねギリギリ間に合ったギリギリ間に合ったということは何かあるのかまだこれを上に上げてみようこれ以上,上上上がんないよねああ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  ごめんな。どこまで戻るんだあ、ここまで戻るということはどういうことだここまでも、あ、間違った。ここまで戻るということはどういうことだろうで、あの木箱を撃つでしょこうやるでしょで、降りる。あ、わかった。これ右じゃねえわ。これ左だわ。左。多分、あの、あの弾丸の上を行く。だから、木箱乗せて、危なー。危なー。もうちょっと手前ね。で、えー、 あ、間違った。上げるでしょ上げて乗って。はい。ええ撃つのあピックくした。キ箱コ壊れるかと思った。うわー、怖ー。でもあれ、キミじゃないんだね。キ箱コじゃないんだ。壊れないね。え多分ここジャンプして、登る。よし、左行けた。これで左で、なんか持ってくんじゃないかなー。あーえおお、なるほど。一回落として、はい、上げると。 違うぞ。あーなるほどそういうことですかなるえいやダメだでもあそこさっき検証済みだもんね。1個じゃ上がれないぞ。ということは待ってくれでも最初の状態があれだったから最初この状態だったよね。あれ 最初この状態だったっけやべえ、覚えてねえ。でも決して落ちてきたよね、ここにね、トーンって。だから、一旦この状態で戻るか戻ったとして何になる果たして戻ったとして何になるんだ待ってくれ。戻ったとして戻ったとしてどうなるまだ、まだ理解できない。待ってくれよ。これ、木、多分これまた引くしょで、引いて、あの、あのはしごをこの箱で登る。ここは撃たないんだね。で、登って、 で、上行くしょで、ここを押す。はい、したら逆さになると。で、こっち押すしょで、押したとしても意味なくねえか意味なくないのかなあれ、蝶々いるのなんか関係あんのかなあーそういうことそういうことだよな。端まで寄せた状態で、こっち戻るんじゃないで、こう押すしょしたら多分木箱の、木箱が、でここやべえ。ここやべえ。ここジャンプしてできるだけ早く行く。 あぶねえ,ねえでこの状態であれさっきの木箱どこあれ違うのかな違うか違うのか木箱ここに戻ってきてるよえ戻ってきてるっていうことは違うのかえー、戻ってきてるということは違いそうだなでも俺の考えだと木が上に2つないと右側のあのこのなんか前に出たり後ろに出たりするやつが来れないから。 だから、木が二つ必要なんだよ。あそこは絶対。だから、でもこれいけないよな。いけない。ということは場所が違うのかな。ここかもしかして。ここら辺に乗るのかちょっとここら辺で試してみっか。でもあそこに乗せたからどうなんの戻しょう,うひょージャンプして、ギリギリのラインでかわしていくと。よし。あら木箱ここに戻ってるもんね。どういうことだろう。 で,掴んでもうか回左行ってみっかあらここさっき電源つけてたのにあそうかさっき消したからかあああげてうーん下げてまって上げて下げるうーんなんで自分は上がんないんだこれうーんま待ってよじゃ違うのかなあいや いや、そうだよな。ここに木箱を持ってこないとダメなはずなんだよだけどあの木箱を持ってく術がないんだよ木箱を持ってく術がないよなええー、うわ今の死ぬんかい <laughs> ええー、待ってーちょっとあでもここまで来てるっていうことはこれなんかあるんだこっからあ待ってこれ動くんじゃない動かない 動かなさそうだな。これさ、木箱ない状態で打たせたらさ、なんか反応しないかな。こういや、関係ないよな。なんだ違う。あ。あ、あ、やばい、やばい、やばい、うぅーあー。やばいやばー。なんだこれ最初電源ついてるから、電源切って、切った状態であげる。いや、関係ないよな。う手くな、微調整してなんかなる。 なんもならんよなおちょっとずつ前に来てないこれあちょっとずつ前に来てないこれえこういうことこういうこともしかしていや来てないよなえこういうことえ <laughs> そういうことなのか待って俺分かったかもしんないこういうこと あ、<laughs> こういうことじゃん <laughs> え,え、待って、こういうことでしょこれ <laughs>。だから、そろそろ、そういうことかはっはっはっは